これね、今ね、なんか品薄でね、だいぶ入手困難らしいですね。Today's 辻金ズポイント。おめでとうございました。どうぞ。うまいのその先へいらっしゃい。ってことで皆さんこんばんは。これいいかなと。しばらくこれでちょっと行かせてくださいね。すいません。ということで、皆さん、今日はですね、まあ、今さら感ちょっとあるかもわかんないですけれども、ブンブンハロー YouTube、有名なですね、あの、ヒカキンさんの、こちら、日清さんが作られた、味噌菌。こちらのカップラーメンをいただいて、私の感想を皆さんにお話したいと思います。はい。それですね、ここ、よく見ると、なんかね、書いてあるんですよ、いい言葉が。僕の下積み時代を支え続けてくれたのはラーメンでした。人生が変わるその日もラーメンを食べてました。そんな僕が考えた元気の出る一杯です。ここにね書いてあるんですよ皆さん。はい。なんでヒカキンさんもきっとラーメンが好きだったんだと思うんですけども、どんなラーメン食べてたのかな。これ多分ヒカキンさんが下積み時代に好きなラーメンが味噌ラーメンだったのかなとか、そんなこともちょっと考えながらちょっと食べてみたらいいのかなって。で、これどんなラーメンかって言いますと、濃厚味噌って書いてあるんですよ。白味噌とニンニクの旨味広がるやみつきな味わいって書いてあるんで、本当にその通りになってるのかね。で、ヒカキンさんの心意気、ただね、これね、日清さんが作ってるんですよ皆さん。日清さんが作ってるってことは、まあ正直ね、それだけでも相当うまいじゃないですか。だから日清さんが作ってるっていうことは、もうその時点でうまいっていうのがちょっと前提になっちゃってるんで、それをヒカキンさんのテイストを加えてどれだけうまくなってるのかっていうところに注目しながら、今日はこれをいただいて、ちょっと感想を、私なりの感想を皆さんにお話しできればなと思いますんで、それでは早速開けていきたいと思います。これね、今ね、なんか品薄でね、だいぶ入手困難らしいですね。まずこの特製香味油味噌菌って書いてある、これがね、こう上に貼ってあるわけですよ。でこれを取ります。さあ中を開けてみますね。あ、この形式ね、あの日清さんのカップヌードルと同じ形式なんですよ。皆さん見えますかね。これもう薬味とかが全部セットになってるんで、このままお湯を入れれば食べれる。いちいち袋とか開けるの結構めんどくさいんで、この形式になってるのは僕的には食べやすくてありがたいですね。じゃあちょっとお湯を注いで早速作ってこようと思います。それでは今お湯を入れましたんで、これ何分かな。5分も待つんだ。でこれをやっぱ蓋の上で温めとかないとね。こうやって5分待ってる間、こちら味噌菌飯っていうのもあるんですよ。これね、中がご飯でスープが多分味噌ラーメンのスープなんだと思うんだけど、これもね、正直めちゃめちゃ気になるよね。これどうしようかな、今日やろうかな、もったいないな今日やったら。今日やめておこうか。じゃあこっちだけにしようか今日は。じゃあ今日はこっちだけにしましょうね。で俺が気になるのは、あのこの下積み時代を支え続けてくれたラーメンでしたってあるけど、これがヒカキンさんにもし会ったらね、まあ会うことないとは思うけど、まあもし万が一道端で会ったら、ここのラーメン屋さんはどこなんですかって伺ってみたい。それぞれこう成功してる方っていろんな思い出の味とかがあると思うんだけど、ヒカキンさんはどんな味に支えられながらあそこまで行ったのかなっていうのを噛みしめながら、僕もそのラーメンをちょっと食べてみたいなっていう気持ちはあるかな。今喋ってる間にさ、めちゃくちゃ香りがすごい、ね、香りすごいよね。あ、日清さんの香りがする。ああ、そう。あ、だからやっぱり日清さんのテイストなんだな。やっぱね、一番前思ったのはね、あのエースコックさん、スーパーカップシリーズじゃないやつでエースコックさん食べた時も、エースコックさんはエースコックさんの香りがするのやっぱり。だからやっぱりそれぞれのメーカーはメーカーのやっぱ香りっていうのがあるね。でもね、やっぱりね、この日清さんの香りっていうのはやっぱいろんな人に評判がいいからここまで日清さんも来てるんだろうけど、これの香りはね、僕も好きですよ正直。でこれ実を言うと、補足情報で、はい、補足情報ね。これヒカキンさんがブランドを立ち上げたの、まず、はいはい、それがそこに書いてあるヒカキンJ.E.I. っていう、あ、
ヒカキンプレミアムっていうのを日清さんの中でヒカキンさんが立ち上げたブランドなの。ってことは今後ヒカキンプレミアムで例えばおにぎりが出てきたりとかサンドイッチが出てきたりとかする可能性があるってこと。そう、めちゃめちゃ楽しみじゃん。で今回の第1弾で味噌菌が出たっていう、うん、なるほど。だけどさ、その時ってここどうするんだろうね。このラーメンができた物語はここにあるからそれはそれでいいけど、ヒカキンさんがもしだよサンドイッチとかおにぎりをプロデュースするってなんかこうストーリー性がないとなんかちょっと心には響かないよね。この一言ってすごい心に響くストーリーだと思うんだよね。そうだからなんかそういうストーリーが あった方がなんかもしヒカキンさんがせっかくやるんだったらいいなっていう気はするけどね、うん、あと、はいはい、これ具材なんですけど、はい、珍しく、はい、あ、もやしが入ってました。もやしが入って、はい、もやしのフリーズドライがさっき入ってました。もやしのフリーズドライってあんまり聞かないよ。ないよね。そうだ、あれも入ってるよ。蒙古タンメンさんのカップラーメンももやしが入ってる。だそのもやしと同じもやしかもしれないけどね。でも珍しいよね。じゃあそろそろいきますよ、うん、では開けます。じゃじゃーん。どうですか皆さん、こんな感じです。でここにですね香味油入れます。中ああ赤いラー油、ちょっと辛いのかなこれ。それでは初コラボってことで辻田とですね味噌菌さんを勝手にコラボしてみたってことで言ってみたいと思います。人間だけでしょ。それじゃあ早速いただきます。うまいのその先へ、いってらっしゃい。あ、間違えた。いらっしゃい。今じゃないよ。じゃ言いたくなっちゃうんだよね。言いたくなっちゃうね。いや、そうなの。あうん、カップラーメンでこれだけの味が出れば正直大満足。うまい。やっぱさすがだね。これヒカキンさんがさすがなのか日清さんがさすがなのか分かんないけど、ある一定以上のレベルは余裕で超えてるカップラーメンだね。これはうまいもん。あれフリーズドライのもやしはどう？これもやし、これもやしかな。えのきに見えるけどちょっと食べてみよう。いきまーす。もやしか。もやしだよ。もやしだね。えのきに見えた。えのきに見えた。うん。もやし。まあこれはフリーズドライって感じ。これはメンマ。それちっちゃいメンマ。うん。メンマ入ってまーす。これはね、あとね入って、あ、謎肉は入ってないね今回。なんでかな、謎肉入ってないの。でもお肉は入ってない何にも。これはちょっと残念かも。お肉は入ってて欲しかったなー。あとネギしか入ってないもん。日清のカップヌードル買ってきて、次は謎肉だけこっちに移して、これはちょっと作りたくなっちゃうぐらい。でも美味しい、すごい。うん。本当にね、お店の味噌の香りは素晴らしくよく再現できてるわ。うん、まあ、どこのお店っていうか、要は標準的なお店で食べる味噌ラーメンの味はよく表現できてるなっていう感じ。あれはどうですか？はい。スープ、ちゃんと白味噌とニンニク効いてますか？効いてます。めちゃめちゃ効いてます。あ、まあ、ニンニクはそこまでガツンと効いてるわけじゃないけれども、こう味噌のコクを引き出すような具合のちょうどいい塩梅のニンニクを感じる感じ。あ、うん、まあ、麺はねいつもの日清さんの麺なのかなっていう感じだけど、非常に美味しいこれは、うん、それじゃあヒカキンさんがいつも Today's ヒカキンズポイントってやってるんで、僕もそれを、まあ、ヒカキンさんにリスペクトを込めてやるってことでやってみたいと思います。それでは Today's 辻金ズポイント、85点。あ、英語なんですよ。そう、85ポイント。はい、ということで皆さん本日はいかがだったでしょうか。私辻田が、日清さんから出てる味噌菌さんを評価してみたということでした。本日はご視聴いただきましてどうもありがとうございました。